VLS-1 は、ブラジル宇宙機関が開発を進めている3段式の固体燃料ロケットである。ブラジルが独自の多目的小型衛星打ち上げ能力を獲得することを目的に開発が進められており、アルカンタラ射場を拠点としている。ブラジルが以前に開発してきた、ソンダ I、2、3、4、VS-30、VS-40、VSB-30 などの観測ロケットの経験をベースとしている。これまでに3機の試験機が作られ、2機の打ち上げが行われたが、まだ成功例はない。1997年の V01 と1999年の V02 は、技術的問題により失敗したが要素技術の試験には成功した。V03 は2003年8月22日に発生した打ち上げ準備中の爆発事故で21名の命と共に失われた。これを受けて開発が凍結され2003年から設計を大幅に変更する作業が続けられ、2010年に開発が再開した。2018年に初の人工衛星打ち上げを予定している。VLS-1 計画と並行して、低軌道、静止軌道に衛星を投入可能な中型ロケット VLS-2 の開発計画が進められている。また、100kg の衛星を軌道に投入できる小型ロケット VLM も開発中である。http://www.aeb.gov.br/CLA チェントロデランサメントでアルカンターラ。ありがとうございます。